皆さん、こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。本日ご紹介するのは、女優として活躍されている片瀬里乃さん。1957年生まれ、東京都出身。大変美しいセクシー美女ですが、最後まで何をこらえてみてくださいね。豊満なボディを武器に、セクシーな女優の先駆者として活躍し、60歳を超えた今でも変わらぬ美貌と年齢を感じさせない可愛らしさで多くの人を魅了し続ける美人女優、片瀬里乃さん。現在でもその魅力と演技力で、時代劇やサスペンスドラマにおいて欠かせない存在となっています。大学在学中に CM モデルとしてデビューした片瀬里乃さんは、ラオックスやヤマハなどの CM に出演。まだ巨乳という言葉もない時代に、女子大生ボインちゃんのキャッチコピーで売り出し、世のおっぱい星人たちから大注目を浴びます。その大きなたわわは現代グラドルもびっくりの92センチ G カップもあったそうで、そのグラマラスな死体を生かした肉体派女優として以後演技の道を突き進んでいくこととなります。そんな里乃さんがブレイクした作品といえば、やはり1986年から公開された映画「極道の女たち」、いわゆる「極妻」シリーズでしょう。中でもシリーズ第1作「巨パイを振り乱して」の濃厚濡れ場シーンが視聴者たちにかなり衝撃を与えたようで、今でもそのシーンは伝説のおかずとしてファンの間で語り継がれているほどなのだとか。他にも里乃さんの豊満なパイオツに実ったビーチクを口に含みながら極道が絶命するという全男性の理想の死に方ではないかと言われているシーンなど、片瀬里乃さんの極妻エピソードは満挙にいとまがありません。極妻の欠かせない存在としてほぼ全作品に出演していますので、里乃さんの迫力あるドスケベザエッチセックスシーンや吸い付きたくなる勃起ビーチクなどを拝んでみたい方はぜひ一度ご覧になってみてくださいね。その後は主役を支える名脇役として活躍されており、女優人生としては順風満帆なようですが、意外にも結婚は一度もなさっていません。とはいえ男っ気が全くなかったわけではなく、私生活では多くの俳優たちとの恋愛説が噂されていたのだそう。もしかしたら若い頃にたくさんの男性たちを味見して、それだけで満足してしまったのかもしれないですね。現在でもお体はまだまだ元気なようですので、今後も里乃さんの熟練の演技を期待しておきましょう。以上、極妻シリーズの大胆な濡れ場シーンで大ブレイクを果たした、未だに魅惑のフェロモンが体中から溢れ出ている美人女優、片瀬里乃さんのご紹介でした。美しく年を重ねる彼女のますますますの活躍を応援していきましょうね。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは最新のグラビアアイドルや女優、懐かしのアイドルなど、時代を彩る美しい女性を幅広く紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。